このセルフィーをテーマにした小島さん の、 あのキャンペーンムービーというのが公開されますけども、はい、ぜひこのムービーについてちょっと教えてください、はい、セルフィーがテーマで、はい、日常の私のちょっと恥ずかしいんですけど、うん、朝から夜までをなんか追ってるムービーなので、はい、あの起きたところからお風呂に入ったりするところとかがところどころあったりして、もうずっとセルフィーしてます、はい、撮影いかがでしたか？撮影はもうセルフィー自体が普段からやっていることなので、なんか撮影を忘れるくらいリラックスして撮影ができました。なんかね、こうあの見てますと起き抜けセルフィーから、そうですね、そしてあのお着替えセルフィーもあり、うん、なんか気になっちゃったのはバスタイムありましたね、はい、これはなかなかあのレアかななんて思うんですけど、そうですね、普段私自身もお風呂で撮ることはさすがにないので、はい、でもきっとお風呂だったらなんか可愛く撮れるんだろうなと思いました、うん、普段。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあ改めてまあちょっとイベントね、はい、終わりましたけれども、いかがでしたでしょうかね今日の。はい、今日はすごいテンションが上がるピンクの空間にいるとすごい幸せでした。衣装もね、ピンクですね、はい、ピッチジョンって言ったらピンクかなと思ったので、うん、どうですか、ちょっとファッションのポイントというか、ファッションのポイント、ピッチジョンをテーマにしたこの濃いめのピンクで、何ですか、これセクシーですよねはい、ちょっとパッと開けてきました。胸元もね、ちょっとあらわにしてますけれども、はい、どうですか、ここら辺ちょっと今隠れてやっぱね、ビニューナンバーワンと言われてるはい、ちょっと気まずいんで隠れてますセルフィーとか、まあ、今日 の、 あの、はい、ね、テーマでしたけれども、うん、結構やっぱりご自分でやられるんですか？そうですね、もう本当に中学生ぐらいの頃から、中学生高校生とずっとずっとやってきたことなので、もう日常生活に欠かせないことですし、あと私実は AKB に入ったきっかけも、そのセルフィーで自分で撮った写真を送ってオーディションに受かったので、もう私にとっては欠かせない存在です。今年も2ヶ月ですけど、はい、卒業宣言は出なさそうですか？どうですかね、まだ前回考えてないわけではないんですけど、じゃんけん大会の時に絶対しようと思ってたんですよ。じゃんけん大会で決勝まで行った時にしようと思ったんですけど、それがダメだったので、もう自分の中では白紙です。心の中にやめてもいいなっていうのがずっと渦巻いてるということですか？あ、それはもちろんあります。でもタイミングがやっぱ一番大事だなと思うので、それをいつも見てるところです。あ、でもその卒業のライブのことは勝手に考えてます。もうドレスまで決めてますこういうドレス着たいみたいなのとか、あと何の歌歌いたいとかはもう決まってるんですけど、日にちは決まってないですありがとうございます。紅白でありそうですか？はないと思います。いや、なんかもう近いことは間違いないみたいな。でもみんながやったことはしないようにしようと思ってます、はい